リュウベクのアナザーエイドス。こんにちは、リュウ投手のアブナカと申します。囲碁飯の今日、じゃあ今回もね、レンタル冒険者、今回5話から8話ぐらいかな、まあやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。私事なんですけど、絶賛体調不良です。まあだいぶね、あの回復の兆しは出てるんだけど、まだちょっと運動、筋トレとか卓球するぐらいにはね、まだちょっと回復しないぐらいの体調なんでね、ちょっと元気がね、普段よりなくて申し訳ないですね。まあ、その辺ご了承願いたいと思いますので、よろしくお願いします。よし、ではね、3月1日のね、アップデート内容を見てみましょう。レンタル冒険者はね、どうやら18話、一気になんかアップデート増えたよな。前のアップデート10話までの実装だったけど、今回18までいったからな。ちょっとアナサールのペース早めなきゃいけねえよな。で、サーバント、サーバントカード、サーバントキャスターがランクアップ可能となったということで、もうこの辺はもうすでに裏でやっといたんでご安心ください。だからレベル1になってるんだけどさ、強化アイテムはないからしばらく彼らは使わないだろう。よし、じゃあ元名士の息子のバトルパートからね、行く。しこって寝るだけの生活も今日で分かれ。汗水垂らして真面目に働こう。それはその通りなんだよな。なんとも言えねえ。まあ、レベル1だけど、まあ、プラス8とか、8から11はなってるから、一応戦えるか。よし、じゃあもう白紙アナウンスボ、レッツゴー。さっそ、じゃあ今回のアップデートで一体どんなバグが実装されたかなとか、なんかもうバグ期待するような男になっちゃったけど。いかんせん今、サーバンたちがレベル1だけど、まあ、多分やれるだろう。お、サーバントカード、今なんかオーラが出た。はぁ、なるほどね。ランクアップしたことによってオーラが出るようになったのと、タックル攻撃になった。タックル攻撃じゃなかったよね、今まで。こういった変化が出てきたのがまず1点でしょう。じゃあ次にね、サーバントキャスターね、入れてみましょう。サーバントキャスター、もうちょっといいとこあるな。サーバントキャスター入れてみると、ああ、オーラまとった。ああ、じゃあサーバントたちはあれだね、オーラまとうんだね。こうしてみると。攻撃方法もちょっと変わった気がするね。なんかサーバントキャスターはちょっとおしゃれな攻撃になってる気がする。もっとなんかシンプルな攻撃方法だと思う。気をつけだったら申し訳ない。なんか色々変わってるよな。そうそうそう。いいね、いいね。さあ、ちょっと HP 回復もね、油断せずにね、入れとかないと。このままではみんな落ちちまうだ。悟空さ。よし。じゃあ次にね、サーバント置いてみましょう。サーバントは紫のオーラかな。ああ、なんかワープするような感じだったしね。なんか変身した。一瞬変身して、ちょっと一番速で見るか。変身したりとかしてる、一瞬で。一瞬変身して、攻撃するって感じなんだな。はえー。これがサーバントたちの攻撃か。なるほどね。なんか今までこんな感じだった？こんな感じだったらごめん。ちょっと。あれ、ちょっと。いかんせん、白紙アナウンス部のメンツを使うのが久しぶりすぎてね、ちょっとうろ覚えな部分があるんですけどね。まあまあ、多分大丈夫でしょ。やべ、てか、ここ、リュウト回復範囲じゃねえ。おー、やらかしたのはもう、まあ、いいか、シャルロッタ配置しときゃなんとかなるだろう。シャルロッタこっち配置にすれば、さらに近接入れられるから。じゃあ、久しぶりにジャラム、追っ始めてみる？ジャラムさ、回復範囲以外でも別に関係ないんだったら。よし、いけいけいけ、行きすぎ、行け。シャルテ、サーバント、オッケー。まあ、こんな感じでサーバントたちはね、ランクアップすることによってオーラをまとうようになるっぽいですね。だっす。ジャラムの周りにキャラがいないから、スキル使ってもな。スキル使っても恩恵得られねえんだよな。もっと仲間の自傷行為のね、スキル活かすためにもっといろいろとやるべきだった。意味ないけど使っとくか。攻撃のね、モーション変わるからね、このジャラムは。それだけでかっこいいから。それだけで後かなとは思います。多分だけど。さあ、誰が出てくるかな？シャロッテ！分かっちゃいましたね。すぐに回復しますかね。シャロッテのね、スチールが1なのはもう以前話したよな。あ、6話じゃあこうやっていきましょう。甘い言葉にご用心、楽して稼げる検索、そんじて超絶ハレンチバイとか、まあ、アナサールなら、まあ、不思議ではないわ。まあ、そうだろうな、みたいな。アナサールならそうなっちまうよなって。もう不思議に思わなくなってしまった自分がいることで驚いたよね。よし、進めていこう。はぁ！知らん、ゴーストはね、多分突き抜けてくるんだよな。ゴーストは早く処したいな。やばいな、これはちょっと、苦戦を強いられる可能性があります。サイのやつがわかんねえもんな。サイの敵さっさと倒したいから、さっさと、こういう配置にしといて。で、魔法使いもさっさと入れるか。だからもう、ここで一気にサーバントキャスターで、うわーってか、下もあるのか。下は、大丈夫か、間に合うか、これ。回復は入れるのは、いやー、くそー。ジャラム、上方向に攻撃ずつ、そこをブロックして、オッケー。これでいける。じゃあ、これで、やばい、ちょっと回復が。届くかな？
届いた。もうちょっといい開封方法あると思うんだけど、まあまあこれでいいや。よし、まあひとまずなんとかその場しのげたということで、回復もう2人ぐらい入れるか、ちょっと微妙だな。リュートも配置しつつ、よし、まあいい感じでしょ。話すこと長くしちゃったじゃあまあスキルだ、意味はないけどな。よし、もうここまでいけばひとまず大丈夫かな。このメンツだけやっていけそうだけど、保険は保険に保険を重ねておいてもね、まあ損はしないでしょう。というわけでね、アスモデウスじゃなくてベルズブブ、いってらっしゃい。サーバーズキャストも火力出してけ、みんな頑張れ。あ、そうや、さっきさ、あれだ、なんか終わった時のモーション見るの忘れたわ。サーバーたちのね、あの戦闘終了後モーションもね、変わった可能性があるからね、そこもちょっとね、次はじっくり見ていきたいと思う。まあ多分変わってるとは思うんだけどね、どうなんだろうね。そういうとこも意外と変わってる可能性もあるから、油断はしないでいきましょう。で、あと5体ね、もう余裕じゃん。ほい、いいよいいよいいよ。あ、待って、あ、いや気のせいだったなんかオートでスキル使うキャラはなんかスキルのねボタンが出なくなったって言いたかったけど、なんか普通に僕がね、あの色盲だ、色盲じゃねえや、なんか目が悪かっただけど、やっぱ変わったよね。サーバント今なんかさ、犬みたいなへへな感じだったのがね、ね、ジャンプし始めたし、サーバントガードもなんか万歳するようになったし、キャスターはバラを出すようになった。みんななんか幸せそうでよかった。マスターお怪我ありますが、よかったみたいな。サーバントキャスターはね、ちょっと一番偉そうね。一回 R18 じゃないんですよ。で、なんか触手プレイを放出させるから、これはこれでね、そそるぜ、こいつは。面白いんじゃない場合。前編。じゃあやっていきたいと思います。そう、とりあえずね、サーバントのね、サーバント3種類の、ランクアップのイラストね。まあ、サーバントキャスターがちょっと触手プレミアを感じるけど、基本的に健全だから大丈夫でしょう。ということで、オブシジョニア城に来ました。はい。久しぶりカフカとベルゼブ見た気がする。久しぶりでもねえか、そんな。いや、久しぶりか。前回のね、イベントはいなかったもんな。ふむふむ。人は脆いからね。どうだったって言って、あいも帰る仕事でしょ。これ誰のこと言ってんだ、体のこと心配するほどだからな。君が人いたら、ベルズブは急にね、あれだからな、なんか、第2章か。第2章で一気に変わったもんな、こいつ。第2章でクソ野郎だったはずだったのに。結局ね、なんかこんな出れちゃってる。まあ、これがアナサールの魅力っていうかな。お、どうした、ベルズブ。楽しいか、はぁ、こいつな、まったくよ。本編でその描写出してくれてもええんやで、ベルズブな。まあ、よかったよかった。カフカもね、嬉しがっちゃって。まったく、かわいいな。まあ、こうやって魔王たちみんな改心してるわけだからね。なんか、そこら辺はいいよね。ヒプノスだけあいつは大丈夫なのかわかんないけど。そうそう。で、とりあえずその、あ、やっぱヘリオンかな。だから多分今仕事してるのはヘリオンの説があると思うんだよね。ちょっと今ヘリオンの名前ど忘れしたら内緒ね。なんか、何やかんやあの猿もう3年目になっちゃってるとね、たまにキャラのね、名前がわかんない、出て、わかんないやつがちょっと忘れてるやつがいるんだよね。使ってないキャラとかまさしくそうなんだよ。とか活躍が少ないとね、やっぱ名前どんどん忘れちゃうな。ユルトとかはね、別にね、僕が使ってるか覚えてるんだけど。トイシって、バレンタインでトイシって本当にファンタジーの世界でもこれ嬉しがんのかな確かに、テイルズ・オブ・シンフォニアのさ、特典、アニメーションの、アニメの特典の映像の方で、ジーニアスがプレセアに、誕生日プレゼントだっけ、なんか、あ、ちげや、世界統合を記念してプレゼントを渡したんだった。その時に、トイシを渡してね、プレッシャー喜んでもらえたっていうのもあるからさ。まあ、そういうことだよな。ゼパイアからのチョコは、お前らが、あれだからな、バルカップしちゃうからな、ちょっとな、細身のやつのバルカップ見たとこでな、ガチムチになるくらいだったらいいんだけどさ、なんか、バケモンじみた筋肉になると、正直、眼内するからさ、抜けなくはないけどさ。バルカップは僕あんま平気じゃねえんだよな。オブショニア城の場合みたいな。え、今回も結局なんかバレンタインチョコがなんか肝になってんのかな。ゴールドフ、人生ミスではあるよ、カフカ。そうだよ、ベルゼブブ、もうゴールドフは殺しちゃっていいんじゃねえかな。実績は確かあるけど。とはいえ、ねえ、お前の国滅ぼした張本人みたいなもんだぞ、こいつ。またカフカ、お前の甘さ、嫌いじゃないぜ。たしなむ程度、最近たしなむ程度は同じで、タバコは僕がっつりしてますけど。下の世話はね、下の世話はまあカフカがやってるからいいか。お前のケツ穴がなガバガバになってるもんな。
いや、カフカとね、ヘリオンのね、よろしい、めっちゃエッチなんだよ。あの、カフカがね、すんごいなんか、知り合いがガバガバになってるのがね、すごい興奮するんだよな。無駄し楽しむ余裕こそみたいな。なるほどね。じゃあ、やっぱもう結局、スロットマシンは、却下。あれは、ハマるんかな、ヘリオンハマるんか、むむ、こんなはずはみたいな。もう一口みたいな。ダメだよ、そうだよ。さすがに、普通にこれはね、却下だよ。失敗したらエクスみたいになっちまうんだぜ。結局チョコなんじゃないかな。調理器具は無駄、いや、どうなんだろう。なるほどね。結構ヘリオンも年が年なのかな、もう。まあ、若かりし頃のヘリオンっていうキャラが出てくるぐらいだもんな。あ、なに、ヘリオンってもう料理したことあんだ。あー、しかも経験済みだった。ラム肉のシチュー、なかなか上級なやつ作ってね。あ、美味しいよ。さすが、よかったよかった。あー、ダメなんだね。ベルズブ優しいな、お前。優しい嘘つけるようになったのか。お前、ほんと第二章の時と比べて、圧倒的に変わったよな。魔王の中で一番改心してるぞ、こいつ。ジェイドとかまだ快楽にね、快楽に溺れさせようぜ、みたいな感じだったりするけどさ。ベルズブマジで国最高のためにね、すんごい献身的になってるの、変わりすぎなんだよな。なるほどねー。いや、まあ一応趣味にはなってるのかな？なってはないか。なるほど。今日窓の才能はないんじゃないかな。漫画好き式なんかな。文字は読めるけど、まあ僕もそういう読み方はね、よく知ってたからね。ヘリオンのことをね、批判することはね、僕の方にはね、その権利がないんですよね。結局、だってそれ絵見てに決まってんだろうか、みたいな。絵があってイメージが膨らむんだよ。だから僕ね、あれ、どっかでも語ったと思うけど、なんか映画とかゲームのノベライザー読めるんだよ。イメージできるから。一時創作読めねえんだよ。だから僕、獣のさ、同人誌の界隈で僕、小説は基本買わねえんだよ。だってイメージできねえから。うん、だから、二次創作はね、小説は買う。二次創作の、やつだったら元の作品とかってさ、ただポケモンのさ、小説とかってさ、ポケモンのイメージができるじゃん。見た目とか動きとか、文字でイメージできるからいいんだけどさ。一時操作かとか、その辺のイメージわかんねえんだよ。だから、できねえからさ、変わねえんだよ。同人誌で。っていうのがね、実はある。だから、ヘリオンの気持ちは非常にわかってしまう。そもそも、挿絵がないともうわからんイメージが。っていうね、事情があります。そして、これバグったくせえか？ちょっと待って。え？なんで？ああ、よかった。バグってなかった。もう、アナサーラのバグはもう前回ありありすぎてね、なんかもう油断できねえんだよな。思いの形は人それぞれ、恋人たちの日にふさわしい最高の贈り物を準備しよう。今回のイベントってレンタル冒険者って言ってるけど、なんか贈り物っていうか、基本バレンタインイベントってことなのかな、これは。じゃあ、せっかくだからこのまま、白車のぞそぶ、レッツゴー、うんちうんちブリブリ丸していきましょう。今8話だけど、尺めちゃくちゃ余ってるから、進められるだけ進めとくか。さっそ、僕こういう3列系のステージ苦手なんだよな。どこまでやれるかちょっと不安だけど、やるしかねえか。レッツゴー。ユータ配置しときゃ安心だな。魔法使いいるじゃん。まあ、けどね、そんなアビタカにもご安心。シャルロッテ様のね、回復があるんでね。え、これじゃねえ。これか？これでいけるか？これでいこう。まずシャルロッテでしょ。で、サーバーのキャスター配置しつつ、速攻で他のキャラも配置して、遠距離魔法使いのヘイトをね、かわせようみたいなね、作戦もね、ちょっと立っておきましょう。さすがに、あれか、サーバーたちみんな、レベル自体は一応1だからさ、ちょっと火力不足が否めねえんだよな。最後、強化パーツがあればいいんだけどさ、ちょっと強化のね、強化素材がね、全然今ないんですよね。調子に乗っていろいろランクアップさせすぎた、本当に。てか僕、正直メイン、レギュラーメンツもレベルほぼ変わってないと思うんで、僕アナウンサーラー始めた1年目の後半と、今のこの3年目の実況でのレギュラーメンツのね、レベルって実はそんな変わってないと思うんですよ。なんでかって言ったら答えは簡単。そんな余裕がなかったっていうね。そんな余裕がなかったっていうか、ランクアップを調子乗ってやってたら、お前気がついたらそうなったよねっていう感じなんですよ。ダメダメじゃねえか。ジャラは、もう近接だけでいいか、今回配置するの。サーバント
サーバント配信 OK。 全部シャロット開花範囲に入ってるから勝てるぞ、これなら。いっけー、サーバントガード、プレス系タネ付けプレスだ。ちなみに僕サーバント、あれこれ語ったっけ、忘れてたけど、サーバントのスチールはね全部見ました。全部エッチだったね、とりあえずは。まあ、強いて言うならね、サーバントキャスターのスチールはね、ちょっとあれだったんだよな。サーバントキャスターは、人間突破始めてたのがね、ちょっと残念だったかなっていう、わがままかも、っていうのはあります。はい、久しぶりにジャラムのスキル、HP 半分。けど終わるんだな、それが。サーバントはね、なんか、あ、サーバントも人突破始めてたかな、あれ。けどなんかね、もういろいろとね、レイピーに近いね、シチュエーションだったか最高でした。で、サーバントガードは、ね、宿主っていうかな、雇い主をレイプするみたいな感じで、よかったです。しかも腹ぼこもあったし、逆流もあったからね、興奮しました。サーバントキャスターも結局、サーバントキャスターがエッチすぎるからね、全然あれだったんだよな、みたいな。だから結局、じゃあ全部エッチだったんだよ、ね。さすがサーバントだ。じゃあ、オブショーニアの場合、前編さん。このままね、第9話も行ってみましょう。贈り物が決まったら、お次は材料調達。おべやつの一票探しに夜の街へ行こう。やっぱりこれ、バレンタインイベントだね。なんか、あれ、レンタルモンキーションどこ行った？あ、もしかしてあれかな、オブシドニアの、オブシドニアの場合で、後編で、じゃあ、ね、ヘリオン、お前、暇だったレンタル冒険者というのをやって息抜きしてみないかっていう感じになるのかな、もしかしたら。じゃなきゃね、レンタル冒険者新設定で終わっちゃうもんな。いやー、何ここ？空の敵もいるのか、ちょっと今回戦いづらいな、これ。厳しい戦いになるね。ちょっと、あれかな、白紙アナウンス部には厳しい戦いになる説がある。よいしょ、とにかく油断せずにね、ガンとこ行こう。とはいえ、結構きちいぞ、今回。上と下にそれぞれキャラクター配置しなきゃやっていけねえから、サーバントガードはね、ガード枠3つだからね、頼りにはなるんだけどさ、下だよな、下はさすがにエクスってちょっと止めるか。下はじゃあさすがにエクスで行こう、ここは。てか、サーバントキャスターこのためだけにさ、左向きに配置するのがもったいなさすぎてさ、なんかもうちょっとどうにかなんなかったかね、これ。さっそう。で、エクスの位置も心配だから、ゆると配置して、回復は入れなきゃだよなっていうことで OK。じゃあそしたらあとは、あと枠がね、ちょびっとあるんで、それぞれ配置してください。よし、うわ、何この気持ち悪い敵。すげえ決めてないんだな。また知らない敵出てきたよ。しょうがねえな。リュートはもう今配置してももう死に、スキルが死に設定になっちゃうから、もう、これでいこう。で、あとは、そうだ、ライン配置するのもありかもしんねえな。いや、ちげえな。ライン配置するか、ベルゼブブの横に長いからな。あんまちょっとアドじゃねえんだよな。じゃあもうこれでいっか。じゃあもうこれでいいよ。まあ、最悪ね、保険に1枠開けといて、サーバントキャスターが万が一にも敵を逃した場合に、ね、ライカね、ベルゼブブで援護できるようにはね、準備しておきましょう。よしよし、今日、まあ、なんとかね、こういう分割系のね、ステージが苦手なんだけどね、苦手意識あるんだけど、まあ、何やかにね、アナサルも3年プレイしてはね、さすがにね、慣れてる部分はね、あるわけなんですよね。要は何が言いたいかって言ったら、やっぱ、アビタカさん最強なんだよなっていうことを言ったんで、皆さんコメントでぜひともね、アビタカ最強、アビタカ最強って言っちゃって、あれだ、加藤純一最強みたいになってるから、ちょっとやめとくか。あ、やめちゃおう、サーバーのキャスターこれ、逃さないんだな、それが。お前ならやってくれると思って。いや、さすがすぎ。うちのメンバー、何やかに白車のドスもまだまだいけるな。え、やるじゃねえか。さすが俺の主様だ、みたいな。あ、これがね、あれだよ。サーバントイラスト、かっこいいでしょ。なんかさ、第5章で出たさ、覚醒後のさ、サーバントみたいな姿が出るのかなと思ったけど、そうではなかった。あ。星マークついてる。カット案件ですね。まだだが10話やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ムラムラ兄弟が帰ってきたって言われても、兄弟、フーとライのことか。兄弟って言ったらもうフーとライぐらいしかいないけど、まあ、交渉していくとどうせチャボとリオンなんだよな。リオンマグナスがまさかね、追っ始める人とは思わなかったけど、僕、テイルズで、中学の頃、テイルズのエロを探したら、なぜかね、リオンとシャルティエがセックスしてるエロを見つけてしまって、あれ、リオンって女だったっけって誤解してしまった、あの頃が懐かしい。そんな純粋なね、自分、男のセックスってありえなくねって思ったけど、獣の界隈でね、その辺のね、固定観念は崩れたんで、今じゃもうオス同士でセックスしてくんないと興奮できない体になってしまった。リオンが連れ出した工場の仕事を最速記録でクビになったからというもの。まあ、日雇いの婚姻って言ったらそうなんだよな。まあ、派遣非正規派遣職員みたいな感じだな。
意味が分かんない。お前の性癖どうなってんだ。前のあの鍛冶屋のあのおっちゃんで抜くってこと。茶葉は自宅に引きこもり一層自堕落な日々を送っていた。あ、これあれか、依頼受けてるから群れ入ってもいいんで。やっぱ取り立てだよな。カイジ君ダメダメ、こんなんじゃ。あ、取り立て誰だこいつ。え、なんか有名な兄弟なのこの二人。あれけどさ、こいつらってもしかして合ってるかな、第3章か第4章、第3章だっけ、ベルダンシア大陸でさ、なんかいたよな。あ、ほらほら、ベルダンシア大陸でのさ、あのアモレイ君をぶちおかしたやつらさ、こいつら。多分だけど、多分そうだよな。アムレイ君ぶちおかしたやつらだよな。シレットでワンチャン、そう、兄弟って言われたらワンチャンあるかなと思ったら、その通りでした。今日まさか、チャモお前、そういうおっぱじめになるんだ。当てはあるって本当にねえだろうな。クエスト以来に書いてあったんだ、こ取り立てしろみたいな。おや、お前を殺しに来たんだみたいな。いや、せっかく買ってって回収されるって、まあ、なえるよな。腕っぷしに自信があるのだろう。二人組の兄貴分は、キャブの後ろを割り込むと、羽交い締めにした。これ、やっぱさ、チャブさ、ゴミクズだな、本当に。こいつ、そんな高いもん買う暇あったら、もっとなんか節制しろ、みたいな。例えば、だって生活保護を受けながら、なんだろうな、生活保護を受けながら同時に買ってるようなもんだよな、みたいな。そんな余裕ねえだろ、みたいな。そんな感じだからな。リオン、あ、リオンは、リオンがいらっしゃるんだ。いや、わざわざお金払ってまでね、あれか、チャボの。あ、こいつ何気になってんの、リオンのこと。いや、今日、おめえの、こんで、ね、出てるお腹、まあ、筋肉はあるからね、僕は興奮できるけどね、さすがにリオンからしたらだらしないって言われて、そりゃ無理だよ。うん、なんかいじめられてたか書いてあったけど、一応なんか関係性はいろいろあるんだな。友人として、親友としてって感じかな。エクストラマッサージ。それはもう、ね、お願いしますになるんだよな。当ててんだよは、ね、有名なセリフですよね。あ、ジャンプのあれなんだっけ、ヤマトタケルじゃなくてさ、なんとか武勇伝、ヤマトだっけ、あれなんだっけ、忘れちゃった。タケルだっけ、出張したらマッサージはやんないけどね。はぁ、今回、こんな感じか、やっぱ。そっか、じゃあ僕もレンタル冒険者やっとこうかな。エクストラマッサージしてもらいたいな。興味、あ、なんか、今までさ、このウィンドウ違ったんだけどさ、もっとシンプルなウィンドウだったんだよ、選択肢が。なんか今回変わったね、ウィンドウの UI っていうかな。なんか選択肢の UI 変わりまして。じゃあ、興味ありますー。じゃあ、何やけんチャボもね、まあ、ノリノリになっちゃうな。なんか、まあ、やらせてくれるんだったら別にいいけど、みたいな。あ、いや、早い、ちょ、不意打ちだった。もっとゆっくり脱がすかと思ったんだけど。ほんと、隙もあったもんじゃねえな。たく。じゃあ、僕はお楽しみにしようかな。こういうの、え、チャボってお前こんな純粋なやつだったんだっけ。じゃあ、俺と結婚したい。それはありだと思うんだけどね。お、ちゃんと服も着たかな。ちゃ、リオンだったわ。そうだ、せっかく稼いだドラをこんなに使っちゃうもったいねえよ、みたいな。というわけでね、今ね、ちょうどそのアダルトのやつが一区切りついてでの今なんだけど、文章はね、ここは見せても大丈夫だと思うんでね、行きましょう。まあ、結局ね、その、追っ始めた後、違う、追っ始めなんだけど、まさかのね、チャボが攻めになるっていうね、あの熊獣人、アモレクに対しては攻めたのに、チャボに対してはまさかのね、ケツを差し出すという展開になりました。っていう感じで 3P になるんだけど、うん。まあ、なんか匂いもね、いろいろとちょっと今回キーワードだったっていうことでね。そう、まあ、快楽落ちで、ね、なんか結局チャボもね、なんかまんざらでもなかったって感じに終わったんだけど、あとチャボどうやらね、童貞処女なんかな。経験なかったらしいですっていう衝撃の事実。だからずっとオダニーしかしてこなかった。アビタカと一緒だね。そう、なんか知識だけっつうか、なんかシチュエーションとかなんかね、そういった二次元の方はね、ご無沙汰してるんだけど、ご無沙汰って意味は違うけど、いろいろとお世話になってんだけど、三次元は全く持ってみたいな、リアルでは全くしたことないっていうね、茶木僕と一緒だね。というわけで、その後ね、もらっていかれる形になったんだけど、
その後ね、まあ、密輸品は取られるんだけど、チャボはね、こんなことができるんだったら、俺はレンタル冒険者になりてえみたいな話になったんだよね。そう、要は単純にエキストラマッサージでね、俺も稼ぐぞみたいな感じで、チャボはレンタル冒険者になるの巻きっていう感じです。で、そっからね、リオンの話にも繋がってる感じですね。うん、あいつは正直クズだよ。知ってる、リオンもしてたわ。困ってはいるんだよな。この体格を維持するのには食費がね、こう、ゴロつき、ゴロつきじゃねえだろ、こいつ絶対。ただいいやつだろ、こいつ。鍛冶屋のいいやつよ。まあ、リオンの今までの信頼、なんだ、ただのわけがないと。ほらー、さすがにゴロつきと追っ始めるのあれだわ。じゃあ、リオンは一応追っ始めたことあるんだな。ゴロつきは部屋の片隅のベッドの下段、最も入り口から遠い暗がりが、リオンの居場所だった。人間、おっさんと、エキストラマッサージするのやだん。リオンはあくまで白を通すつもりだった。しかし、まるで通用しないこともよくわかっていた。じゃあ、リオンはもうすでに経験済みなんだな、いろいろと。たーん。リオン、かわいそうに。これもチャボのせいじゃん、よくよく考えたら。まったく。で、あ、オブショニアの後編が、ちょっと一応あれかな。アダルトじゃない方のシーンも見ていくわ。さっそう、舐めやがってにしたらどうなんだろう。あ、一応、こっちは、こっちでなんか、返り討ちにするんだ。いや、こっちは正規ルートではねえよな。で、リオンの話になるんだろうな。まあ、この世界で、チンポとケツがあれば大体生きていけるから。というわけでね、じゃあちょうど10話までやってね、尺的にもちょうど良さそうなんで、この辺で終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、まだ人はね、ぜひ、押してください。よろしくお願いします。また次回のアブドカアナウンサー実況でお会いしましょう。ではまた。